今からホテルに行きます。ホテルへはこのトゥクトゥクを乗って、ジャパン、ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ、こんな感じです。すげえ、これ一個一個が家になってます。えぐっ。だこれのどこかに泊まるってことですね。さあ、端っこまで来ました。一番端っこのどこなんだろう。すげえな、マジでこれです。すげえ、Good job. Nice place. Nice place. Okay. This one. Okay. Bye bye, Japanese. Bye bye. Thank you. Bye bye. Sayonara. Sayonara. Bye bye. Sayonara. Sayonara. Bye bye. Bye bye. こちらが私のホテルになります。今から、ルームツアーします。ちょっと荷物汚いですけど、すいません、許してください。ですね、中はめっちゃ綺麗。これどうした？いや外なんかね、あんな、ちょっと靴脱ぎますね、ごめんなさい。外あんなトラックみたいな感じなのに、中めちゃめちゃゴージャスっていうね。いやすごいよねこれ。いや全然ね、予想の100倍ぐらいいいっすね。これだってベッドあって、ちゃんとソファーもあって、この辺もね広々としてるんで、なんかいいんじゃない。おーすげえ、クーラーもちゃんとしてるよ。全然良くないって思うじゃん。いくよ。あ、でテレビもでかい。うおいいねと。でこの辺もね、なんか帽子のプレゼントもあるんで、あ、いやうちの母親でした。はい、すいません。まあ、それはすいません、勘違いだったんですけど、テレビでかいですと。で見て、衝撃。いやドア置いてあるて、ドア普通に置いてあるて。どんな置き方これ。いや、え、なんで、え、ちょっと待って、風呂のドアないんだけど。いや2人で来てんのよ母親と。風呂じゃないか、これトイレか。あ、トイレのドアがねえよ。でしかもなんかトイレ、何これ。まあ、もうわかんないけど、まあ、トイレはこんなもんなのかよくわかんないけど、いやちょっとトイレのドアないて。いやそんなことある。いやでもなんかこのさ、大理石とかさ、なんか金使ってる感じとかさ、めちゃめちゃいいのにドアえぐいて。いややばい、え、衝撃的なんだけど。まあ噂通りというか、うん、まあまあまあこういうのもね旅ですから、楽しみながらやっていきたいなと思ってます。ということで本日はヒカックの部屋紹介でした。どうもでーす。撤去されたドア、なんとホテルの前のタイヤの前に置かれてました。いやどんな仕事やねんこれ。今シャワー浴びたんですけど、このですねバーでホットとコールドを調節するんですけど、あのちょっとでもホットの方に行ったら熱湯出て、ちょっとでもコールドの方行ったら、冷水出てきます。やばすぎるなこれマジで。もうなんかね、しかもこの上に2つシャワー浴びあるんですけど、2つそれぞれがなんか熱、ちょっと違う温度で出てきて、なんか熱湯とコールドなんか両方出てくるみたいな感じで、はい、空中で混ぜてちょうどいい温度にして下で受けるみたいな、はい、意味わかんないことしてました。現場からは以上です。はい、ということで、今ですねコスタリカ戦が終わって、編集して動画上げて、27日日曜日の、9時、現地時間9時15分ぐらいですね。あと45分で、ドイツ対スペインの試合が始まるといった感じになっております。で今からですねちょっとスーパーに行くのと、このファンビレッジにもですねパブリックビューイングがあるみたいなので、ちょっとドイツスペインをそこでチラ見しながら、まあ、ご飯を食べていこうかなって思ってますね。ここが、パブリックビューイングですね。ちょっと夜なんでうまく見えてるか分かんないですけど、こんな感じで、まあ、ヨギ号みたいなのがあって、これを座りながら試合を見ることができる。すげえな、普通にめちゃめちゃすげえ。結構埋まってるね、しかも結構埋まってるね。大人気です。ヨギ号の中身出てます。ヨギ号の中身出て、事件発生中。カタールに来て初めての食事です。何これ。なんか大量のソースがついてきたんですけど、ケチャップと、これ何、コールスローと、マヨネーズじゃないけどなんかクリームかな、クリームみたいなの来ました。でチキンとポテト、これで22カタールリアルなんで、だいたい900円ぐらいかな、900円から1000円弱ぐらい、1000円弱ぐらいです。まあなんかカタール高いって言われてた割には、うん、悪くないね。うん、チキン、
これ、じゃあちょっと挑戦してみます。これつけます。ちゃんとつけようか。いきます。うん、ヨーグルト。はい、ということで、結構待たされて、ラムが届きました。どうぞ。いいよ、開けて。これが、20。おお、すごいじゃん。まあ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 、美味しそう。これもね、1000円ちょっとぐらいかな。これは 26 カタールリアルなんで、まあ本当に1040円とかそのぐらいです。1カタールリアル38円なんで、はい、そんな感じです。これお肉かと思ったら玉ねぎでした。やばすぎる。これはこれ食べさせる気ないでしょ、これさすがに。ちなみにこれが、キャラバン内にあるスーパーマーケットなんですけど、その奥に見て、このカタールの中心地というか、いわゆる夜景がバンバン光っております。この土からの夜景この対比がやばいっすね。すごいことになってる。まあ、本当にこのワールドカップのために広大な敷地をガーッと作ってコンテナを積み込んだって感じがする。なんかこの対比すごい、いろんなことを感じちゃいますね。はい、ということでスーパーマーケットせっかくなんでやってまいりました。すげえ、こういうの行きたかったんだよな。じゃあ入ります。おー、すげえすげえすげえ。普通にちゃんとした海外のスーパーマーケットって感じ。すげえ、カタールワールドカップのグッズがめっちゃ売ってる。これなんか視聴者プレゼントとかやろうかな。欲しい人います？あ、でもこういうのいいじゃん、スウェットとかね。はい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 。おお、何この形だけ名前ついたやつ。いくらぐらいなんだろう。99カタールリアル。4000円。これが4000です。びっくり。まあ、こっち、まあ、これとかの方が逆にいいよね。これなんすかっていう形だけアルゼンチン4000円。あー、この辺いいね。でもあ、それでもあ、まあまあまあ3200円ぐらいか。80カタールリアル。まあだ、どうなんだろう、公式ってことなのかな。ジャーマンにひどいけど日本ない。あとサッカーボールがめっちゃある。これは欲しい人いるかもね。結構ね、サッカーボールいくらなの。安いね。かわいいね。ちっちゃいサッカーボールだと9だから。9じゃない、あ、49だ。49だから2000ぐらいか。あ、こういうですね、タンブラーとかノートとか。あ、これもいいね。まあ記念って意味では、記念って意味ではこういうのもいいかも。靴下とかね。スーパーっていうかもう公式ショップですけど。あ、すげえいいね。バッグ関係ありますね、ありますね。で、これがバッグで、こっちが、お、マスクだ。マスクあって、シャーペンとか、お、ちょっと待って。すごい、選手いる、選手いる。え、やばいやばいやば。え、選手おるて。日本人は？日本は？日本は？いなーい。見て、これとか。キットカットでこんな取る。甘いの好きなのか。すごい量です。うわっ、ちょっとやばいの見つけちゃった。でかすぎ。いや待って、これおかしくない、この大きさ。ドンタコス。ドンタコス。これえ、これやばいよ。これ手だからね。手2個分だよ、普通のポテチこれね。でかっ。え、でかっ。え、これすごいな。やばっ。アメリカ超えてる。これちょっとね、アメリカサイズだ。かなり楽しい、こういうのは。この辺は、あ、ちなみに、はい、倉庫丸見えです。倉庫丸見えです。余裕で取れちゃいます。取らないですけど。まあ、ここは冷たいものケースで、こんな感じでちゃんと果物とかもあるんで、なんか1ヶ月ぐらい生活してても平気そうな。この辺はいい感じですね。
はい、ということでこちらがカタールファンビレッジ内にあるスーパーマーケットになります。いやてかさ、冷静に思ったんだけどさ、最初にルームツアーしたじゃないですか。あのコンテナってあの感じで1泊3万8000ぐらいするんですよね。4万ぐらいして、いや、やばくないかっていう。いやだってドア壊れてて、もうシャワーも壊れてて、どうすんねんって感じですよね。まあでもね、他のところで言うと茶色い水が出たりとか、あと普通に水が出ないとか、あと聞いた話によると本当に8時間チェックインできないとか、そういう話も結構あったみたいなんで、いやーちょっとワールドカップのこのファンビレッジっていうのは、まあ急に作ったからっていうのもあるのかもしれないですけど、かなりバタバタしてるっぽいですね。まあと言いながらね、もうワールドカップも半分ぐらいは行ってるんですけど、カタールはこのままどうなってしまうのでしょうか。まあでもそれをリアルでね体験できてるっていうのはすごい経験ですね。うん。